はい、僕はどこに隠れてるでしょうか。チッ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 、いいですか、見つかりました、ここです。はい、すいません、画面外でした。というわけでまた雪中キャンプに来てるんですけども、いい感じの雪ですね、量的には。はい、今日一日降るみたいなんですけど、明日の朝まで降るのかな。うん、まあでもいい感じでしょう、穏やかだし風もないし。はい、というわけで早速テントを立てて準備をしていきたいと思います。本日のメニューは天ぷらだ。残んない。はい、やっとテントが建て終わりました。トリポッドでやったんですけど、トリポッド大変だ。雪中でトリポッドデビューは難易度が高いですね。平らじゃないし、平らなところで慣れてから雪中の方がいいですね。いやー、あれからもう2時間経ちました、踏みしめから。じゃあ残りの準備もしてやっていきたいと思います。はい、やっと終わりました。今何時だ、5時半。なかなか時間かかりましたね。ここ2時ぐらいに着いたんで3時間半かかっちゃいました。で、今日はお座敷スタイルでやっていこうかなと思って、すごい黙々だけど見えてるかなこれ。はい、お座敷スタイルでやっていきたいと思います。で、雪がまあまあそこまで降ってなければ、焚き火もやりながら今日はやっていこうかなという流れでございます。すごいね、気温が低いからもう黙々ですわ。じゃあ落ち着いたところでちょっと一風呂浴びていきたいと思います。はい、もう体が冷え切ってしまってるんでね、一風呂浴びて一旦リセットしてから夜の部スタートしていきたいと思います。それでは後ほど。
お風呂がさっぱりしてきました。もう最高でした。生き返った。雪もね、だいぶ大粒のやつが降ってきましたね。はい、まあ何はともあれ風呂上がり、この反転も来て久々登場のふみ爽快にしたいと思います。天然冷蔵庫がすごい。それではちょっとストーブもついてることですし、違う、ストーブもついてることですしじゃねえ、ストーブはついてるんですけど、ちょっとねやっぱ焚き火もしたいなということで、軽く焚き火に火をつけていこうかと思います。で一応こっち側のドアは全開になってるんですけど、まあ、念のためこういうね、どうだっけ、こういう一酸化炭素中毒系も置いてるんでご安心ください。じゃあとりあえず火入れの儀やっていきたいと思います。よっしゃー、まあ、バトちゃんしてくか。バトちゃん、あ、ちょ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 、手がかじかんでんな。焚き火台に雪が積もりまくっちゃって大変。早く火つけよう。よいしょ。よし、今日はちょっと文明の利器を使わせてもらおう。一気にあったかくなった。最高じゃんこれ。よし、ご飯食べよう。はい、というわけで今日は天ぷらなんで、こちら材料が、うん、なんだ、はい、本日天ぷらなんで材料はこちらになっています。はい、まずタラの芽、もう山菜が出てるんですね。フキノトウ、ナス、コゴミ、アスパラ、エビちゃん、そしてタラの白子、これを天ぷらにしていきたいと思います。まずは仕込みから。じゃあまずコゴミからやっていきましょうか。コゴミじゃないわ、吹きの、タラの芽か。タラの芽はこの茶色いところ、ここが皮が硬いんで、ここをねちょっと剥くんですね。剥いちゃえば硬くない。でまあちょっとここはね平らにした方が綺麗なんで、で先っちょとこの尻尾の方って火の通り方が変わってきちゃうんで、ここに十字のこういう感じで切れ込みを入れます。そうするとね、あの先っちょとあのお尻の方、軸の方が火が均等に入るんで、こうやって十字に入れてあげると。もう山菜はこんなもんですね。大体の山菜はこんなもんですね。もうこれで仕込みが完了です。参考ね、タラの芽がうまいんだわ。これで OK。 あとフキノトウ、これもほろ苦くて美味しい。これ軸はちょっと切ってあげて、あとはもう手でねちょっとこうつぼみをこう剥いてあげる、こんな感じですね。
そうするとつぼみが出てきます。ほろ苦くて美味しいんだこれが。でこっちもちょっと十字入れてあげるといいですね。ちっちゃければねそんな気にしないんですけど、大きいんでこれ十字入れてあげます。で OK、 もう一個もやっとこうか。山菜はね、あのここで十字入れちゃってもいいです。もう十字の入れるタイミングはいつでも。山菜は本当春を感じますよね。ここ新潟の山菜がめちゃくちゃ美味しいらしいですよ。これはね今日はまだこれ違うんですけど、もうちょっとしてからですね、雪がまだあるんで、雪がなくなってきた頃、それがねめちゃくちゃ美味しい山菜があるらしいんで、ちょっと食べたいですよね。その時また新潟に来て。ここみはちょっと軸取って、このね葉っぱのところはあの口に残るんでむしっちゃいます。こういう感じで軽くね、あんまり神経質にならなくてもいいんで。でまあここのね、ここが筋があるって言って軸取ったりするんですけど、まあそこまで気にしなくてもいいかなっていう感じですね。こんな感じ、これで OK。 よっしゃ、これで山菜の仕込みは終了ですね。次ナス行こうか。じゃあナス、ちょっと前で切りにして、よいしょ。ナスはこの釜のところを取ってあげて、こんな感じで。そうするとほらあのお坊ちゃんみたいになるでしょ。どうしよっかな、大きくてもいいか。今日は真ん中で切って、火が入りやすいように熱いところを切っていく。で真ん中で切って、でこのままこれ切っちゃうとこっちと形変わっちゃうんで、こっちパタッてやるんですね。それで包丁してあげると、まあ、同じ形になりますね。こういう感じで、これをこのまま切っちゃうとこういう感じでちょっと左右が変わっちゃうんですよ。これだとダメだろうってことでパタッてやるのがいいですね。でここちょっとこう押してあげて広げてあげる。そうするとこう平らになるんで、あの火の通りが均一になるんですね。こうナスの軸の細いところと厚いところが一緒になる。でこういう包丁していくと、ナスがまた油と相性よく、天ぷらがうまいんだ。大好きです。次がアスパラちゃんですね。アスパラちゃんはこれぐらいの太さだとこっちがね硬い場合があるんで、こうちょっと折ってあげる。折れるところが柔らかいところと硬いところの境なんで、こんな感じでほら物によってこう太さがボケちゃったな、ボケちゃった。物によってこうやって太さが変わるんですよ。そう、あ太さじゃない、長さがね、硬いところと柔らかいところをこうやって取っていくと。でまあここの皮剥いちゃった方がね、ここが皮が硬いっていう場合もあるんで剥いちゃった方がいいんですけど、多分このわかめのアスパラだったら大丈夫そうなんで、このままいきたいと思います。かっこいいからね、長い方が。もう野菜の仕込みはこれで終わりです。早いね。次じゃあエビとかやっていきましょうか。大事なものを忘れてました。このネギの天ぷらがうまいのよ。でこのネギが福井のべっぴんねぶかっていう小西農園さんのネギなんですけど、このネギがねまた美味しい。通販もやってるんでね、ちょっとあの概要欄に、案件とかじゃないんですけど、これ概要欄に貼っとくんで、もしよかったら見てみてください。ネギの天ぷらはこういう感じでクタクタにしてからこれぐらいに切っていく。こうすると甘みが増してまたうまい。ネギの天ぷらはめちゃくちゃおすすめです。もうちょっとこうか。こんな感じで可愛らしいですね。はい、じゃあ次エビやっていきましょう。じゃあエビです。エビはねとにかく皮を剥くだけですね。今日はブラックタイガーかな、これで。このトゲのところね、このトゲのところは必ず取ってあげないと、これ油で跳ねるんで、ね、中の水分がボカーンと爆発して危ないんで取ります。よいしょ、こんな感じで。
これはもうね。OK。じゃあ、背わたと、のしていきましょう。エビはね、背わたまず取ります。入ってないやつもあるんですけどね。で、尻尾を V 字にカットして、この V 字ね。その方がかっこいいから。そしたら、このお腹を3本、4本ぐらいかな、この大きさだと。で、こっからが大事なんですよね。のしって。こっからが大事なんですよ。きれいにして。ここのね、横の筋を切っていくイメージで、こうちょっと、ピピって押す。切れないように。これがのし。こうすると、曲がりづらくなる。こんな感じで、やっていきましょうか。はい。背わた取って、よいしょ。背わた取れないです。で、尻尾切る。この尻尾切るのは、この尻尾も空気が膨張して跳ねるんで、尻尾も切った方がいいですね。はい。で、4箇所ぐらい膨張したら、伸ばす。ブチブチっていうね。ブチブチってこういう感じで、ちょっとこう、ギュッて。力入れすぎると、切れちゃうんでね、気をつけて。こんな感じ。これ全部やってきます。よいしょ。よいしょ。いいね。プチプチって。次は白子です。白子マジでうまいから、天ぷら。これはもう一口サイズに切りながら、このね、筋を切っていけば OK なんで。よし。天ぷらはテンション上がるぞ。よいしょ。OK。これで全ての仕込みが完了です。揚げていく。キャンパイ。あーめ。はい、じゃあ油を温めていくんですけども、今日はこの油、太白ごま油ですね。これはごま油なんですけど、いわゆる一般的なごま油みたいな香りはしなくて、ほぼ無臭ですね。ただ、油切れが良かったり、加熱調理にすごい向いてるごま油で、天ぷらには持ってこいということで、これでやっていきたいと思います。ちょっと高いんですけどね、これ。はい。せっかくのキャンプなんで、これでやっていきます。じゃあ温めていきましょう。じゃあ油を温めてる間に天ぷら粉の方を作っていきましょう。はい、これが水に卵が入ったやつですね。これをまず混ぜて卵水を作っていきます。結構ね、天ぷらは天ぷら粉が大事なんで、ここを慎重にやっていきたいですね。卵水ができたら、ここに、薄力粉を入れていきます。よいしょ。結構入れちゃって大丈夫ですね。あとはこう叩くようにして。で、この割り箸を何本か使ってやるといいですね。やりやすいです。叩くようにしてやるって、グルテンを出さないようにするのがポイントです。あとは、この、天ぷら粉を冷やしとく。氷入れちゃってもいいぐらいですね。ただ今日は、もう、周りは全部氷なんで、全然大丈夫ですね。はい。だから、雪中キャンプで天ぷらは向いてるってことですね。もちろん市販のね、天ぷら粉っていう粉を使っても全然いいんですけど、やっぱこうやってやった方が、天かすがうまいですね。サクサクして、ふわふわして、
僕はこうやってやっちゃいますね。そんなになんか手間的に変わんねえんじゃねえかなと思っちゃって。これだとまだ全然シャバシャバなんで、もっと小麦粉入れますね。天ぷら粉は多めに作った方がいいですね。余ってもいいよ、余ってもいいぐらいじゃないと、こううまいことこう揚げられないんで、量がないと。よっしゃー。ちなみに現在の時刻9時半。今日の僕が食べたものはナッツと干し芋一本です。お腹減りまくってます。よし、こんなものでいいかな。もうちょいかな。で、このダマは残ってて大丈夫です。ダマがね、結構サクサクするんで、全然ダマ残ってて大丈夫なんでね。もうちょっとだ。こんなもんかな。これでいけるでしょ。 OK OK、 大丈夫だね。これぐらい、これぐらいで全然いいですね。ちょっと明るすぎちゃうな。明るすぎちゃってダメでね。これで見えるかな。もう こんなんでいいです。こんぐらい粉残ってても全然問題ないんで、これで揚げていきましょう。それじゃあ揚げていきましょう。ちょっとね、あの太白だけでも美味しいんですけど、ちょこっとだけあの香りのいつものごま油を入れてあげる。こうするとまた美味しいんでね。これでもう、ここは高級料理屋ですよ。高級天ぷら屋さんですよ。さあ、油の温度はいかほどか。あ、いい感じですね。下に落ちてすぐ上がってくる。この感じがベストです。とりあえず、ちょっとめちゃくちゃお腹減ってるんで、先に、あの、もうメインになるんじゃねえかぐらいの、白子の天ぷら行きたいと思います。失礼します。いい香りするじゃん。よし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 、来い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 。跳ねる、そう跳ねそうだ、跳ねそうだ。白子の天ぷらもサクッと上がれば、周りが固まればね、オッケーなんで。あ、もういいんじゃないか、これ。もういいんじゃないか。いいですね、いいですね。OK。よっしゃ。とりあえず食べます。はい、ちょっとね、このね、もうバザーで買った、この、漆っぽい、器に乗せて、それなりの雰囲気を出してみました。白子はね、やっぱり最初は、このヘダの塩でいきたいと思います。お腹減ったわ、マジで。これを、パラ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 リンチョと。よし。できます。うまいわ。最高。クリーミーかつ香り高い。良かったです。たまんねえマジで。最高だわ。これはうまい、マジでうまい。うわあ、一気に回復した。うわあ、マジでうまいわ。最高だわ。白子の天ぷらマジでうまい。いやー、いいっすね、冬ってこういう食材があるから。じゃあ、ま、違うのも揚げていきましょう。じゃあ次、もうね、エビいきましょう。エビ、せーの、よいしょー。あ、いいね、この音がいい。よいしょー。いやー、最高じゃ
ないですか。最高じゃないですか。もうくっつかないで、くっつかないで、仲良くしないで。よし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 、いいぞ、これはいいぞ。この深型の鍋もまたいいですね。中華鍋、揚げやすい。あんまりもうね、衣薄めが美味しいです。絶対ゴワゴワしてるのは良くない。もういいんじゃないですかね。もういいんじゃない、あと余熱を考えたらもういいんじゃないかな。よし、ほらいい感じじゃん。激うまそう。よっしゃー、ちょっとこれもいただきます。ちょっとね、最初はねやっぱエビも塩でいきたいと思います。へだの塩でいきましょう。ふぅ、もうなんかこういう器に乗るだけで気分が上がりますね。大事なんですよこういうの。よっしゃ食べよう。それじゃあエビちゃんいただきます。やっぱ天ぷらは揚げたてに限る。うまい、しょっぱい。あーやばっ、すげえうまい。うん、またヘダの塩が憎いわ、揚げ物に。うん、うまっ。太白ごま油を使ってるんで、揚がりもすごいサクッとして軽いんですよね。だからいくらでも食べれちゃうみたいな感じです。なんかサラダ感覚的なぐらいのさっぱり感あります。いやうまいわ。ちょっと揚げ物なんでビールも一回飲み終わったことだし、今日は久々に俺の大好きなハイボールで決めたいと思います。よっしゃよっしゃ、これだよこれ。いこうじゃんか。あ、ネタが見えちゃった。いか、しょうがない。で、今日はこれのハイボールを飲んでいくんですけど、僕思ったんです。ハイボール氷入れない方がうまいよなと。ただぬるくなってしまう。今日はでも、この雪の中なんで、こんだけキンキンに冷えて、炭酸も冷えて、なんなら気温も冷えて、グラスも冷えてる。氷いらねえじゃんっていうところに達しました。というわけで今日は氷なしハイボールいきたいと思います。今日買ってきたばっかりなんでね。もう、これから開けるんですよ。ちょっとなかなか開かないな。これ、僕久々に飲むな。なんだかんだ、最近飲んでなかった。それでは、開封の儀、失礼させていただきます。ああ、いい音。いい香り。いつもいいフルーティーだな、おい。じゃあ作っていきましょう。それでは、失礼こがせていただきます。
極のハイボールいただきます。うわうわ、氷が入ってないだけでこんなに違うか。めちゃくちゃうまい。ただこれめちゃくちゃ酔っ払う。気をつけよう、油使ってるし。ただうまい。ちょっとどんどん上げていきます。めっちゃ楽しい。揚げたていいな。真剣になっちゃったもん今。というわけで一通り揚げちゃいました。めちゃくちゃうまそう。で、あの天出しもね、あの、総味のつゆで作りました。食べていきましょう。塩とね。何食うかな。ちょっと、手前のやつをどかして、僕、ナスが大好きなんで、ナスいきましょうか。ピントが合わないので、いただきます。ナスうまい。けっぱい。わあ、ナスめちゃくちゃうまい。あとね、このネギ、このネギの天ぷらマジでうまいから。塩でもうまいですけどね。ちょっと手をついていただきます。甘みやば、すげえうまい。いやー、これやっぱ天ぷらいいわ。すげえうまいわ。動物性の白子もいきましょうか。白子も天つゆで、天つゆは初ですからね。イエス。ミルキー、いやマジでうまいわ。なんだろう、もうなんかうまいしか言えない。ごめんなさい、語彙力がなくてごめんなさい。じゃあ山菜もいきましょう。山菜があったから天ぷらにしたんですから、山菜いかなかったらダメでしょ。ちょっとね、あのフキノトウいきましょうか。じゃあフキノトウはお塩でいかせていただきます。うん、春よーって感じですわ。雪はあるけどここは春。マジうまい。ほろ苦さがやばいっすね。わあ、やっぱなんかでもフキノトウを食べると、現役時代のむちゃくちゃ忙しい時を思い出すのは多分僕だけかな。
ちょっとね、しばらくこれを食べきるまで、食べきるまでちょっと集中して食べさせていただきます。というわけで、すべていただきました。いや、マジでうまかった。やっぱ揚げたての天ぷらはうまいっすね。ちょっと髪がボソボソだけど。そして、あの揚げ物にハイボールが最高すぎて、だいぶ酔っ払っちゃいましたね。いやー、これはやばいぞ。これ、この後あの雪かきしないといけないんで、雪かきして今日は就寝という感じですね。あのテントの雪を下ろさないと、下手したら潰れちゃうんで、夜中に。それはちょっと困るんでね、もうちょっと休憩してテントの雪を下ろし寝ます。はい。あ、ちなみに天ぷらの油はこの固めるテンプルで固めて、ゴミ袋に入れて捨てます。はい。いや、今日も最高のキャンプだったな。よし、明日の朝食はちょっとせっかく、まあ、天候もまだ残ってるし材料もあるんで、天丼でも作るか。いや、天ぷらそばも悪くないですね。ちょっと朝起きた感じで決めたいと思います。とりあえず割と雪が降ってて、テントがだいぶたわんでますね。ちょっと早いとこ雪かきをしないといけないんで、今日はこの辺で失礼させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちょっと酔っ払いすぎたな。それではまた、バイバイ。